本田を少し気にしながらのピッチングです。渡辺俊介うまくね、投げる瞬間に首を振ってみたりとかして牽制をするんですよね。今ですよね、今みたいにして首を振ってさあファーストに牽制するぞ見せてホームへ投げる、これね少し分かりづらいかもしれないですけどね、一瞬だけパッと一塁側を見るんですよ。そうですか。でそれを見ますと今度はその一塁の本田選手が来るかなっていうふうに錯覚を起こすんですよね。あっと逆を突かれた。渡辺俊介今日は非常に研ぎ澄まされています。2アウトです。今のは、ね、首を振らなかったんですよ、1球目2球目は1塁をパッと一瞬首を振ってホームへ投げるんですよね、でこの牽制の時は振らずに投げてるんですよ、うまいですね。